皆さんハレルヤ。今日も私たちを導いてくださったイエス様に素晴らしい礼拝を捧げましょう。お祈りします。愛するイエス様、ありがとうございます。今日も私たち一人一人を呼んでくださって感謝します。この時間、イエス様に素晴らしい賛美を捧げることができますように導いてください。イエス様の御言葉を聞いて従順して従う子供たちになりますように導いてください。イエス様が喜ばれる礼拝者になりたいです。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。皆さん立ち上がりましょう。主の前に進みゆこう、両手あげ褒め歌おう。我が望み御手にある、ただ主を見つめ眺めます。
それでは御言葉を聞く時間です。準備はできてますか？ハレルヤで先生を迎えましょう。せーの、ハレルヤ。皆さん、ハレルヤ。1週間元気に過ごせましたか？会えて嬉しいです。今日も一緒に御言葉を分かち合いましょう。今日はね、とっても可愛い動物が出てきますよ。さあ、どんな御言葉かな？一緒に読んでいきましょう。今日の御言葉はマタイの福音書10章16節。マタイの福音書10章16節の御言葉です。いいですか？私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を使わします。アーメン。見て、かわいいね。この動物はなんだ？そう、羊。羊の赤ちゃんだね。みんなは羊を見たことある？え、触ったこともある？毛がふわふわなんだよね。羊はあんまり目が良くないんだ。だから音を聞いたり、前にいる羊に鼻をくっつけたりして進んでいくんだって。わあ、怖い顔。この動物はなんだかわかる？これは狼なんだ。狼は肉食。さっきの羊は狼にとってはごちそう。ペロって食べちゃうだろうね。人間も襲われちゃうから、もし山で狼に会ったら注意しないといけないよね。はあ、大変。狼に子羊が狙われているよ。このままじゃ食べられちゃうね。どうしよう。実はね、イエス様が弟子たちにね、こんな風に言ったことがあるの。君たちを狼の中に羊として送り出すよって。そんなことしたら私たち狼に食べられてしまうよね。なんでイエス様はそんなこと言ったんだろう。実はね、それはイエス様が羊のようになってくれたからなんだ。羊っておとなしく従うでしょ。イエス様も神様の言葉に従って神様の言葉を伝えたんだ。それで十字架にまでかかってくださったんだ。イエス様がこうして神様の言葉に羊のように素直に従ったから、私たちにも同じようにしなさいねって言ってるの。イエス様は良い羊飼いなんだって。そして私たちは素直な羊になるんだ。そうするとね、狼がいるこの世の中でも強く惜しく生きていけるんだって。それになんとね、イエス様の声をよく聞いて生きていくと、イエス様のようにお友達も救うことができるんだって。すごいでしょ。羊なのにイエス様と一緒だと、とっても心強いし強くなれるんだね。みんな、今日はイエス様が羊のようになりなさいねって言ったお話でした。そういえばみんなもさ、こういう賛美歌ってない？喜び歌いつつ声上げ衆に出て行こう。主は我らの羊飼い、私は羊。ね、ほら、だから私たちは羊で、イエス様が羊飼いなんだよね。さあ、イエス様はこの世の中のこと、狼がいるそういうところなんだよって言ってたの。怖いね、食べられちゃうよね。でもイエス様はそれでも羊になるんだよって言ったの。それはね、イエス様が羊みたいだったから。羊みたいに素直に神様がおっしゃることに従って、それで私たちのために十字架にもかかってくれたでしょ。それで私たち助けられたよね。そうやってイエス様のように、だから羊になりなさいって言ったの。
羊は弱々しいんだけれども、でもイエス様の声をよく聞いてイエス様と一緒に進む羊はね、なんととっても強くて大しいんだ。イエス様の声を聞かないと狼に食べられちゃう。でも声を聞いてるととっても強い。いい？このことよく覚えておいて。そして強く大しい羊、イエス様のよく声をよく聞く羊はね、私たちのお友達を救うことができるんだよ。すごいでしょ。今日この言葉、御言葉を覚えて、私たちは良い羊になろうね。イエス様の声についていく良い素直な羊になりましょう。そのような幼稚部の皆さんになることをイエス様のお名前によってお願いします。じゃあ今日の御言葉を思い出しながら一緒に祈るよ。お祈りのポーズいいですか。お祈りします。神様、感謝します。今日イエス様は羊飼い、そして私たちは羊なんだって改めて確認しました。そしてこの世の中、狼のいる怖い世の中です。イエス様の声に従ってよく聞いてついていけば、弱い羊じゃなくて強くて欲しい羊になれること、そしてお友達も救うことができることを知りました。神様、ありがとうございます。今日のこの御言葉を覚えて、良い羊になることをイエス様に宣言します。そのように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは感謝の心で神様に捧げ物を捧げていきましょう。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。フィリピ人への手紙4章4節。イエス様、今日現金を捧げます。喜んで受け取ってください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。捧げられた献金のための祝福のお祈りをします。神様、今日も子どもたちが信仰を込めて捧げ物を捧げました。捧げた子どもたちのその信仰、そして夢を祝福してください。感謝し、イエス様の御名によって祝福しお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをもって礼拝を終わりにします。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。すべての栄光を神様にがしましょう。